あのエッチっていう言葉じゃちょっとなんか忍びないなというかエモスなんですよ。ああなるほど。なんかこう感動的というかすごい丹念というか。うんうん、こんにちは。チルチル。商業ビールレビューサイトチルチル記者のほぐしみと津乃良しです。はい、えー、本日紹介する作品はこちらー。 僕らのミクロな週末の上巻下巻ですねこちらなんですけれども丸木戸マ紀先生の作品で上官下巻同時発売の<あ>なんでこれがこうう、ね、一気に読めたっていうすごい分厚じゃないですか<れ>ボリューミー辞書辞書だ <laughs> いや、本当にすごいブルーミーで、<laughs> もうストーリーがもうたっぷり詰まっていてね。うわ<れ>あ私ちょっとこれ読んだことないので。あ、本当です楽しみです。もうこれ読むと、あの、もう映画一本見終わったような独語感の、えーはい、重厚なものとなっておりますので、それではちょっと早速紹介していきたいなと思います。はい

であのこの、えー、と彼はそのまあ大学時代普通に大学通ってたんですけどちょっとある一件をきっかけにちょっとメンタルを病んだりなんだりしてしまってそこからこう人生がちょっとガタガタになってって <laughs>。 でその今、ちょっと派遣社員として働いてるような感じなんですけどはい、はい、でなんかもう俺の人生結構、もう終わってるしまあ最後ぐらいのんびり過ごすかみたいなもを <laughs> 受け入れてあ<ー>あの過ごそうとしていてでなんか最後にやり残したことを考えているうちになんか大学にそのカリッパにしてる図書館にカリッパにしてる本があったから、うん、それだけ返しに行こうって言って<ー>その本を持って大学の図書館に行くんですよ。 こ,こで出会ったのがこちらの攻めのりつくんにですねなんと大学卒業以来ぶり約10年ぶりぐらいでしたっけねにね<ー>あの再会するんですけど、ね、やっと会えたみたいな「俺ずっとお前のこと探してたんだよ」って言うんですけど、えー、すごいそのますみくんの方は。 なんでおなんかお前なんかに会いたくねーよみたいな感じなんですよあ、そういう感じなんだで、えー、なんでかっていうとこの店にもっと恋人同士だった<ー>この大学時代の時に元彼とのそうなんですで、その元彼がそのりつくんなんですけどはいはいで、その この増美君が大学時代にちょっと病んでしまったりなんだりっ人生がめちゃくちゃになった原因もこのリツのああなるほどこが,繋がってるんですね運命を変えてしまうような出会いだったんですけどうん、うん、で、この2人本当にその真反対というか性格がうん、うん、でこの攻めのリツ君はあの在学時代からも,うものすごいハイスペエリートで大学在学中にきもう起業して<あ>今ももうすごい若手 IT 社長でやり手で<ー>めちゃめちゃ活躍してるっていうそういうタイプの大学生い,い,いるな。<laughs> 輝かしいしの歩んでる反面あのまさみくんは結構こう純朴ななんか文学青年っぽい感じでちょっとこう冴えない感じというか雑誌を作ったりするようなサークルにこう所属しているような本当に真反対の2人だったんですけどだからりつくんが何を思ったかそのサークルにこう入会してくるところから2人は出会っていくんですねであのりつくんってその結構こう血管がないように見えるんですけどそのは 人間関係の構築の仕方にすごい問題がある人で入るサークル <laughs> 入るサークル全部をその恋愛関係でめちゃめちゃにしていくっていう。えー よくくなないそハイスペでエリートだけどちょっとこう人の気持ちとかあの相手が何を持ってるのかがわからないで行動しちゃうナチュラルサイコっぽい人っているじゃないですかそういう感じなんですよ。なるほどなんか一見モテそうだけどふた開けてみたらみたいな。そうでやっぱモテるんですよこう近づいちゃいけないオーラモテるようなタイプの男なんですよね。で まあそんな2人が「地球滅亡」っていうところでの10日前ってところで運命的な再会を果たしてでそのリツの方から「ちょっと俺実は今死体の処理をしないといけないんだけどお前手伝ってくれないか」っていうふうに持ちかけられて衝撃にが続いいてくんですあのストーリーが展開していくっていう感じなんですよね。でで10日間ののの滅亡までの2人のこう 歩んでいくようなそのルートだったりとか、まあ他にも登場人物が出てきて、その死体処理の話がどう進んでいくのかっていうところが描かれていくんですけど、本当にちょっとあの二人の関係性だけじゃなくて、その世界が荒廃していく様子の描写もめちゃめちゃリアルで、でえーえこれ想像したことなかったななんそうなんです。えー、学級が終わる前ってみんなその自分がやっぱりその仕事だったりとかやりたやりたかったことの方をやりたいから手放すじゃないですかうん、うん。でどんどんそのだんだん,んこう日ごごとに街の道路が汚。 なっていったりとか<ー>システムが止まったりとかこう食料がなくなっていったりとか、うん、なんかそういう描写が結構こう、えー、リアルにあって、うん、その辺もこうなんか世界観がすごいこう統一されているというかすごいすなんか作り込まれてるというかうでうで没入できそうな感じがものすごいリアリティもあって結構こう人間ドラマ、うん、その恋愛だけじゃないこう人間の心の日々とかも見ていけるっていうのがすごい面白いですよこの作品聞くからにね明らかに面白い <laughs> っていうのがすごいビンビン伝わってきました <laughs> そうなんですでこちらの作品の一押しシーンなんですけれども、はい、あの上巻の二話の最後からちょっと三話の性描写に入っていくような <laughs> <laughs> 性描写はっきり言わせていただきました、はいはい、性描写なんです伝わります伝わりますその三文字 <laughs> いやその、うん、マルキノスの書かれるそのこうエッチなシーンってうん、うん、あのエッチっていう言葉じゃちょっとなんかこう表現にがあれあの忍びないなというかう<え>エロスなんですよああなるほどなんかこう感動的というかすごい丹羽というかなんか品性があるというか。<ー> っていうんですかねなんかちょっとこう神々しさもあるというか何かもう一つのね作品として出来上がってる感じがするんですかんかこう香り高いというか <laughs> なんかなんてうんですかね絵のスープでにじみ出してる感じが <laughs> すごいあるんですけどそれがこう堪能できるようなシーンでございましてマスミがそのもう好きになっちゃいけないのは分かってるけどでも惹かれてきてるなっていう,こう思いを抱えながらリツと一緒にいるところでツが「俺さ俺のこと好きなやつ分かっちゃうんだよね」って言って。 迫ってきててきナチュラルにキスしてくるんですよ、まあ、この点ですごいこのリ,リツがやっぱりそ,のそういうなんかこうエッチなことに持ち込んでいく流れがもうあまりに自然でうまくって<ー>やっぱりそれがこう自然に描かれてるからうわうん、うん、リツってやっぱもうこれは本当にやばい男前その人から入ってる評判だけにたがわずやっぱりやばい男なんだっていうのがすごいわかるのあ伝わってくる。 あるというかそうだう、どうしそうですね。そこなんだろう。本当になんかやっぱりこう破壊的になんかやっぱ魅力があるんですよね。でもすごいかっこいいけど、うわ絶対これダメなやつって本能で <laughs> 本能でビビッと <laughs> いやでもやっぱりねエロいんですよ。そのなんですかねすごいこう、うん、性描写が長いとかあのずっとそういたしている描写が続いていくわけじゃないんですけど、そのもうあの数ページでわかるもうなんかこうムワッとこう香るようなエロがつ。だから読まない。 と本当にわかんなないいとですねたぜひ本編で見ていただくと <laughs> あのリチと目が合うので <laughs> <laughs> リチと目が合う。<laughs> <laughs> ちょっと自分もこう世界に入ったつもりでちょっと体験していただいてますみくんいやこれでやっちゃったら確かに好きになっちゃうよねっていう、うん、いなんか受けの気持ちもちょっと追体験できるかというかわかる感じがす,すごいんですよ本当になんか世界観の、ね、作り込みといいその場面場面での押し出し方といいなんかやっぱ描き方がすごいもう上手というか何で,、ね、でもないんでしょうね。そこに限らずいいろろの,性描写のシーンは <laughs> <laughs> あえて性描写と言いまする <laughs> の, <laughs> のシーンはあるんですけれどもはい、はい、ちょっと下巻の方にもすごい見ていただきたいシーンがあるんですけど、うん、ちょっとそれはあの私が今ここでしゃべるとそのシーンのこう、うん、なんていうんですかね高ぶりがちょっと皆さんから損なわれてしまうと思うのでなるほどもう見ていただいてう,うわーってなってほしいんです <laughs> <laughs> すごいじゃネタバレをね控えあえて控えたと <laughs> あそうだですねでも上巻だけじゃなくて下巻にもしっかりあるのでちょっと最後までお見逃しなくていった感じですね。 最後にこちらの作品のまとめです。はいということでですね、まあちょっと作品トーンとしては闇よりだけど完全な闇ではないんですよ。うんうん、そうなんです。そうやっぱ後半にかけてこう何ですかね救いだったり希望っていうところもまああったりするのかなっていうのでまあこのぐらいにしていますし、うん、一度もちょっと悩んだんですけど。<laughs> 悩んだんですけど3かなやっぱりその量すごい多いわけではないんですけどやっぱ一個一個の描写がすごく濃密なのでちょっと参入させていただきました。<laughs> はい期待大 <laughs> であのどういう方におすすめかと言いますとその普段結構小説とかをメインで読まれてる方も結構楽しんでいただけるんじゃないかなっていうのがまずあります重めのストーリーリという,かそうです 一回別れてからその別れた二人がもう一度こう再生していく過程をが結構見てみたいって方もおすすめかなと思いますね。<laughs> ああなんか再会系の B.L. というかそうですそうです。うん、なんで結構こう考えさせられるというかまあそのじっくりその物語に没入して楽しみたいという方にはすごくおすすめな作品になっているかなと思います。でえっとこちらの作品なんですけど、はい、上巻下巻で完結はしてるんですけれども、うん、番外編の方が Kindle の電子であの単行売りで 読めますので<ー>下巻まで読んでそのここでこの先を知りたいという方はぜひそこまで読んでいただけると二人のこのせあのなんですかねその先っていうのも楽しめるのでうん、うん、なんかすごいアフターケアまでバッチリな <laughs> 感じですね <laughs> そうなんですなのでその上巻下巻に合わせてそちらの番外編も楽しみいただけるかなと思いますうん、うん、はい。 はいということで本日は、えー、マルキドマキ先生「僕らの,僕らのミクロな週末」上官下巻を紹介させていただきました、はい、でこちらの作品を紹介しているチルチルの関連記事ページなどもえ概要欄に貼っておりますので是非チェックしてみてくださいそれではバイチル